香川県中田土郡多度津町出身の松林寺憲法グループ元総裁。香川県秋吉高等学校卒業。父は、香川県にある、金剛前総本山松林寺の海祖宗道の海で、父の死後の1980年5月、松林寺憲法史家、第二世宗道の海を襲名した。金剛前総本山松林寺の館長を経て、松林寺憲法グループ総裁となる。 幼少時は、少林寺憲法の修練をしていたが、膝を負傷して、以降は、武芸の稽古からは、離れており、自身が保持している、団球位は一級である。二児の母でもあるため、子育てと女性の社会進出に関して、講演会を開くことが多い。2019年12月31日、少林寺憲法グループ総裁を退任。翌2020年1月1日、 総うのぼるが少林寺憲法しか第三世に就任。AB、読売年間2016年版、P264、聴者集、道の海監修、総うき、少林寺憲法、愛の価値、力の理想。ベースボールマガジン社、10ページ、2016年。 ISBN 978から4から583110486ボリューム67現在社会に役立つ、少林寺憲法として進化すべき、そういうメッセージ2020年12月19日、閲覧。ボリューム1この社会状況だからこそ思うこと、そうすばるば代表メッセージ、指示2020年12月19日閲覧。ありがとうございます。